どうも坪井と申します。いつも動画をご視聴していただきありがとうございます。最近なんですけど、いろいろとチャレンジしてます。まずはこの髪の毛、シャンプーを油シャンに変えてみました。はじめはデラ違和感あったんですけど、1ヶ月ぐらいで慣れましたね。それと去年の12月頃から簿記3級にチャレンジしてます。で、教材は書店で購入しました。タック出版のみんなが欲しかったシリーズの教科書と問題集を購入しました。で、問題集は裁断して電子化しました。これにより通勤中などでもスムーズにアウトプットできるようになったので、非常に効率よく学習できてます。こんな感じです。でもこいつが本当最高。アップルペンシル、自宅は iPad Pro で勉強して、通勤中はミニでやってます。近いうちにネット試験受けに行こうかなって考えてます。で、それで本題なんですけど、今回は懸垂マシンを購入して約4ヶ月ほど経過したんですけど、サボることなく続けてきた結果と今後の課題や現在お世話になっているサプリなどをお伝えしていきます。それでは行ってみましょう。まず今年に入ってすぐに近くのジムで体重を測ってきました。これが測定結果なんですけど、微量ながらも筋力が増加しました。これは嬉しいですね。見た目もなんとなくですが筋肉がついた気がします。微量ですが。で、インボディの結果から分かったことは、上半身はかなり貧弱ということですね。まだまだ理想には程遠いことを痛感しました。それでですね、4ヶ月前と比べての変化なんですが、微量の筋力の増加のおかげで懸垂が 6回できるようになりました。6回です。まだまだ目標の10回には程遠いのですが、前進しているので個人的には嬉しいです。現在のトレーニングメニューなんですけど、YouTuber の山沢さんの懸垂メニューを今は参考にしてトレーニングしてます。このメニューを取り入れてから継続の回数が2回増えたので感謝してます。これは本当にありがとうございます。それとダンベルの重量も1キロ増えたっすね。はい、最近増やしたばっかりなので、トレーニングメニューは3セットから2セットにしてます。理由は単純にしんどすぎてできませんでした。で、今は怖いのでとりあえず2セットでやってます。数ヶ月後には3セットできることを信じて継続していきます。次にサプリとプロテインなんですけど、去年はいろいろなサプリやプロテインを試してみました。それで、自分の中で効果が実感できたサプリなどを中心に取り入れてます。まずプロテインなんですけど、5種類6種類ぐらい試したんですけど、結局一番初めに買ったこちらのゴールドスタンダードのダブルリッチチョコレートに戻ってきました。理由は単純に美味しいです。毎日飲んでても飽きません。甘さも控えめだし、もうこれが一番いいですね。ちょっと高いかもしれないですけど、でもこれが一番いいですね、やっぱり。あとこちらのウルトラのプロテイン、これもいいですね。今回は抹茶買ったんですけど、これね、何がいいかって、人工甘味料とかが入ってないので、そういうのを気にする方には非常におすすめです。ただ少し割高です。はい。で、次は EAA なんですけど、こちらのバルクファクターの EAA を Amazon で定期便で頼んでます。風味は3種類あるのですが、
僕は白ぶどうを頼んでます。これを朝飲んでます。で最近はもうスプーンで直接飲んでますね。なんか水で溶かすのがめんどくさいんで僕は直接行ってます。問題ないです。で最後はバイタスのマルチビタミンですね。マルチビタミンもね本当にいろいろ試しました、うん、マイプロテインとか、うん、いろいろあったんですけど、なんかマルチビタミンって基本的に一粒がえらでかいんですよ。ただこのバイタスは小粒で飲みやすいし、マルチビタミン独特の匂いもないんですよこれ。なんで非常に飲みやすいです。でバイタスのマルチビタミンはマカや亜鉛が入ってるので本当ね疲れにくくなりました。なんでこれがね今紹介した中でね一番効果を実感してます。デラおすすめですこれ。しかも値段も安いのでコスパがいいです。はい、それで今年の目標なんですけど、なんだかんだで1年継続してみたら微量ですが変化を実感できましたので、今年も無理しない程度に頑張って継続させていきたいです。なので今後も変化したことなどを投稿していきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、今回の動画は以上となります。この動画が皆様のお役に立てれば幸いです。動画を楽しんでいただけたならチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイタスデラおすすめです。では。